古墳時代は多くの巨大墳墓を造営した一方で、空白の4世紀や謎の倭の五王、継承に違和感のある継体天皇など多くの謎に包まれたミステリアスな時代です。皆さんこんにちは、ゆきやの動画へようこそ。この動画では古墳時代に関して10分で分かりやすく解説していきます。古墳時代は3世紀半ばから592年までの350年ほどの期間を指す時代区分です。古墳時代の前期は初期の大和王権が形成されていった時期だと考えられています。この時期には九州から東北まで各地に有力な国が形成されていましたが、畿内の大和の王が周辺豪族を従えて行き、関東から九州までに影響力を持っていました。しかしながらこの当時の大和はまだ連合王国の首長国といった立ち位置でした。大和が日本を統一して様々な制度を制定していくのはまだ先のことで、大和朝廷の黎明期、大和王権の時代です。この頃の有力な国々には筑紫、出雲、大和、丹波、毛野など全国に多くの国々が存在していました。もちろんその他にも大和から認知されていない国々もあったはずです。特に有力だったとされている国が筑紫と大和で、他の国々は従ったり争ったり、まだ群雄割拠の時代は続いていたのです。そして古墳時代に入る頃、日本の中心は畿内の大和になってゆきました。奈良盆地の纏向に2世紀頃から発展を始めた大和は、高床式建物が立ち並び、運河などの大規模な土木工事も行われた日本最初の計画都市でした。ここでよく論争になるのが、結局邪馬台国は畿内の大和のことなのかということです。結論から言って分かりません。今でも多くの人が邪馬台国北九州説と畿内説で意見が分かれています。正直言って邪馬台国は大陸側の当て字ですから、筑紫のことなのか大和のことなのか、それ以外か永遠に決着はつかないのではないかと思います。邪馬台国論争も含め、北九州と畿内での権力流盛の経緯に関してはいくつかの説があります。 1. もともと大和は畿内発祥説。とてもシンプルな説で、大和と筑紫は別々に発達した国同士で、時とともに大和の方が強大になっていったという説です。 2. 筑紫統制大和誕生説。筑紫が領土拡大のために統制し、畿内に新しい国を作ったという説です。元は同じでしたが、時を経て畿内大和が力を増して祖国筑紫を凌駕してしまったという説ですね。 3. 大和九州発祥、他国に追われて当選説。大和は九州の国の一つだったのですが、筑紫や氷牟などとは別の国で、争いに敗れて東へ移動したという説です。この話を掘り下げるとこれだけで10分終わってしまうので、別の動画で掘り下げたいと思います。とにかくこの時代の権力の中心は畿内の大和になりつつありました。大和王権は権力の象徴として巨大墳墓を築造しました。最初の王墓と言われているのが纏向遺跡内にある箸墓古墳です。全長280メートルの巨大な前方後円墳が奈良盆地に作られました。箸墓古墳は大和と乙姫百祖姫の命のお墓ということになっています。庭の狼である大物主の奥さんです。箸墓古墳は卑弥呼の墓なんじゃないかとも言われています。そしてそれから数百年の間、巨大墳墓である古墳は畿内を中心に全国で作られていきます。全国でなんと16万基以上の古墳が作られたとも言われています。一体古墳はなぜ作られたのでしょうか。なぜそんなに多く作られたのでしょう。なぜ大きい必要があったのでしょう。そして何より、どうして古墳時代以降に廃れたのでしょうか。この古墳の謎も別の動画で掘り下げます。
ともあれ古墳は3世紀から4世紀にかけていくつかの古墳群を形成しながら大和全体に広がっていきます。そしてこの4世紀が空白の4世紀と呼ばれている時代です。先述した通り、この時代のリアルタイムの記録はなく、日本の記録は大陸の書物に頼るしかありません。しかしこの時代の中国大陸は五胡十六国時代という混乱期に入っていて、日本のことを気にかけている余裕はなかったのです。河南を統一した宋が記した宋書に413年に再登場するまでの約150年間、中国の書物に日本に関する記録は現時点で存在しないのです。この頃の日本では何が起こっていたのでしょうか。まず国内では前述のように奈良盆地を中心に大小の古墳造営ラッシュが起こっています。これは大和王権に従っていった全国の王が大和に集結をして、奈良盆地の各地に自分たちの勢力地を形成してゆき、そこに大和王権のメンバーの象徴である前方後円墳を造営していったからです。そして国外事業として朝鮮半島進出を行っていました。百済記という朝鮮半島の記録に367年に倭と百済が同盟を結んで新羅を討伐したと記されていて、同盟の証に百済から七支刀を贈られたと伝わっています。中国吉林省で発見された皇太王妃には391年倭軍が百済新羅を攻め服従させる、399年、404年高句麗の皇太王が倭軍を撃退すると記されています。この朝鮮進出事業も何代にもわたり国家事業として続いていきます。しかしこの朝鮮出兵は領土の拡大が主目的ではなかったと言われています。どちらかといえば朝鮮半島の諸国を従属させて権益を得ることと鉄鋼資源を獲得することが目的だったと考えられています。やがて4世紀末に古墳造営の部隊が河内平野に移ります。当時は一帝一宮といって天皇が変わるたびに皇居を移していましたが、16代仁徳天皇が都を河内に移したのです。そして5世紀になり、世界遺産として有名な百舌古市古墳群が形成されてゆきました。河内をはじめ泉、摂津と現在の大阪府周辺が政治の中心になっていくのですが、その理由としては大和王権の海外貿易が活発になっていったことを示していて、なにわの津に外国の人や物が多く訪れていたことを示しています。そして中国大陸の混乱も落ち着き、大和王権は宋への献使を開始します。ちなみにこの時代の宋は平安時代の日宋貿易の宋とは別の国です。宋の記した史書宋書に倭の五王という五人の王の記述が登場します。三、陳、清、江、武の五人です。この五人の倭王は宋の皇帝に幾度となく使者を送りました。その目的は朝鮮半島の軍事的支配権を認めてもらうことでした。この倭の五王ですが、どれがどの天皇か確定していません。それどころか天皇ではなく筑紫の王のことなのではないかとさえ言われています。21代雄略天皇は地方豪族を武力で次々と下し、帝政を拡大してゆきました。邪魔者は消す、従わざる者は滅ぼす、そうした強権暴君の層のある天皇だったと伝えられています。雄略天皇の専制政治は大和王権を連合体から朝廷へと固めていく基盤を作ってゆきます。一方で大臣大村治世を実質的に開始し、へぐりのまとり、大友の森や物の目の目などの有力豪族に政治の補佐をさせました。養蚕を奨励するなどの布告策も積極的に行い、大和王権を盤石なものにしたのも雄略天皇だと言われています。埼玉県の稲荷山古墳から出土した金作名鉄剣の名文に若武の王君と刻まれていて、
大発瀬若武のスメラミコト、つまり雄略天皇のことだという説が有力視されています。つまり雄略天皇は考古学的に実在が確認された最初の天皇と言われているのです。カノトイは471年を指すとの見解が通説で、日本古代史の明確な基準点となり、その他の歴史事実の実年代を規定していく上で重要なポイントとなっているのです。同様な鉄剣が熊本県江田船山古墳からも出土しており、雄略天皇の支配期が関東から九州までに及んでいたことを示しているのだと考えられています。25代武烈天皇の代で後継者が途絶え、大和王権は皇族の中から候補者を探します。そして越之の国にいたおほどの大君に白羽の矢を立てるのですが、このおほどの大君、当時58歳という高齢でした。しかも前帝雄略天皇とは4親等以上も離れているのです。失礼ながら他になかったのって思ってしまいますよね。ご本人もそう思っていたらしく、最初は断るのですが、熱い説得によりついに即位に同意します。しかしなぜか即位後に宮を5回も転々とする奇妙な行動をとるなど、謎の多い天皇の一人なのです。絶対に大いなる秘密が隠されているはずです。527年に古代史最大の内乱と言われる岩井の乱が勃発します。筑紫の君岩井は北九州で強大な勢力を有していた筑紫の王でした。関連する遺跡の範囲や岩井本人の墳墓の規模から、一豪族の規模を大きく超えた存在だったことがうかがえます。筑紫は大和王権に従属していたものの、その国力は大和王権に対抗できるほどの勢いだったのかもしれません。その筑紫の君岩井が反乱を起こすきっかけは大和王権の新羅遠征です。岩井は新羅にそそのかされて大和の朝鮮半島遠征軍を攻撃したのです。長年にわたる大和王権の朝鮮半島遠征による軍役負担が重く、それに耐えかねた筑紫を中心とした九州勢の反乱だったと考えられています。しかし翌年に大和王権の追討を受け、岩井の乱は鎮圧されてしまいます。そしてこれ以降、大和王権の九州支配が本格的に進んでいくことになるのです。神代の時代から続いた大和と筑紫の因縁の対決はここに決着を見たのでした。6世紀の長編半島は動乱の時代でした。大和王権とつながりの強かった百済は新羅や高句麗と再三にわたって争い、その度に大和王権へ軍備の支援を求め、大和王権もこれに応じて派兵していました。筑紫の君岩井が攻撃したのもこの派兵部隊です。そうした百済とのやり取りの中で、百済から様々なものが伝わってきました。例えば暦、医術、疫学、音楽、養蜂などが百済の生命王から送られました。そしてそうした中に一体の仏像と経典が含まれていたのです。以前の動画でも紹介した通り、日本はアニミズムを源流とした神道を政治基盤に置いていました。ですので仏教は当時の有力豪族たちに大きな物議を醸していくのです。そこは時代飛鳥時代のお話につながっていきます。古墳時代は約350年ほどの短い期間ですが、多くの謎が存在するミステリアスな時代です。古墳時代で今後掘り下げたいテーマは、邪馬台国と大和王権の謎、その諸説を見比べる、古墳とは何か、古墳の本質に迫る、古墳時代を彩る3人の天皇、仁徳天皇、雄略天皇、慶太天皇、和の五王の謎、その正体とは、古墳時代の豪族たち、その出自とその後とは、などです。古墳時代だけでだいぶ深掘り動画ができそうです。ご期待ください。今回の動画はここまでです。もしゆうきやの動画を気に入ってくださったら、チャンネル登録や高評価をいただけるととても嬉しいです。
他の動画の深掘りも順次していきますので、ご希望やご意見なども何でもコメント欄にお願いします。コメントは励みになりますので、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。